彼氏のこと相方っていう女が嫌い。どうしたんですか急に。聞いて、少し前にカップルがお参り来てさ、その彼女が相方が相方がって言うから、てっきり漫才コンビなのかなって思ったら、ただのおのろけカップルでした。ああ、いますよねそういう人。ああいうやつらはね、どうせ休日にやることないからってゲーセン行ってプリクラ撮って、まるまる夫婦とか一生守るとか書くくせに2ヶ月とかで別れるんだよ。偏見がすごいですね。いや相方って、まだカレピーカレピッピカレピクシーの方が許せる。元ネタ違うと思いますけど、まあ確かに頭はフェアリータイプかもしれませんね。そうだ、うつつさんは彼女とかいないんだよね。ええ、仕事して帰っての日々を繰り返しているので、出会いもないです。そうなんだ。でも職場とかじゃモテそう。社内恋愛がちょっと嫌なんだ。いろいろ面倒くさそうですし。ちなみにどんな人がタイプなの？自立してる人。おお、真面目な回答。依存されても嫌なんで、自立してて人としても尊敬できる人がいいですね。さすが。なんかうつつさん女遊びとかしなさそうだからいいよね。まあ昔は結構遊んでましたけどね。そういう感じだったの？ショック。今はもうしてないですよ。昔好きだったヒーローのレッドが数年後にバラエティ番組の再現 V で二股クズ男役をやってた時くらいショック。それはいいでしょう。いつまでもレッドとして見るのは良くないですよ。まあいいや、うつつさんはよく来てくれるし好きだから、ちゃんといいご縁作るね。うつつさんはって？さっきのカップルはムカついたから、唇噛んで口内炎できて、それが治りかけてはまた噛んでを1ヶ月繰り返すバチを当てときました。うわ、地味に嫌なやつ。ひっひっひっ、これが神のと、いったー、唇噛んだ人を呪わばアナフタ。